さあ始まりました。どうも皆さんこんにちは、キョキョです。ゴエモンジャパン VS ハリパパアットマーククラクラ TV 1回戦の模様をこちらからお送りさせていただきます。はい、30秒を切りましたね。ですね、ハリパパさんといえば、ハリパパさんのですね YouTube の、どんな動画出されているのかというのはですね、概要欄にリンク貼っとくのでぜひとも皆さん見てください。ハリパパさんのクランといえば特攻攻めと、始まった直後にもう10人ぐらいが一斉にバーって攻めるっていうのが名物なんですけれども、今回はその名物をしないということでハルパパさんおっしゃっておりました。さあ開戦しましたね。しました。いやー、さあ来ました。攻撃回数2回来るのでしょうか。まず敵さんは、まずはですね、やっぱ皆さんね、多分こうまあ、見合って見合ってという形だと思うんですけれども、第一発目誰が攻めるのか楽しみでございます。いやー緊張するな本当に。お、来た、来ました、7番。なるほど、うわー、こういう全開対策陣ですか。なるほど、編成はハイブリッドですね。さあどこからどう行くのでしょうか。結構見ものでございますよ。さあまずはガーゴイルで削っていきますね。おっと、ここでゴーレムが出ていますが、ちょっと、大砲の方に流れております。これはちょっと意図していないのではないでしょうかね。さあ、ここで、バネトラップがないかを確認しつつ、ゴーレムを投入していきます。ここでしっかりとリカバリーできていると思いますね。はい。さあ、アーチャークイーン出してきました。ここでアーチャークイーンとウィザードでサイドカット。そしてゴーレムが中心部に入ってくれているので、これはいいのではないでしょうか。いいのではないでしょうか。さあ、ここで、バーバリアンキングもそれない。オッケーオッケー、いいぞ。そして、ポイズンを、ここ、霊場打つんですね。ポイズンは打たないのかな。これは打ちましたね。今打ちました。さあ、ここでスケルトントラップも来てくれてるので、いいですね。そして、対空砲1本破壊。エアスイーパーも1つ破壊。そして、対空砲と隠してすら、ここアーチャクインで破壊してほしいんですけれども。ああ、ここはタウンホールに多分捕まるな、これ。ああ、なるほど。アーチャクインがそれましたね。さあ、どうなるんでしょうか。下から行きました。これ下から結構、行きましたね。ここでちょっとラブハンド溶けるんじゃないでしょうか。ここちょっと回し方が甘くないですか、これは。ですよね。回し方これ完全に違いますよね、多分。多分、どうなんでしょうか。うわぁ、ラブハンド完全に逸れてますね、これ。アーチャークイーンがいい感じに、対空砲破壊してくれればなと思うんですけれども、アーチャークイーンが生き残ってるんですよね、今段階で。そう、ここで、お、あー、レイジのミスタップ。どうでしょうか。これ、アーチャークイーンがうまく、クローカーも発動済みですね。さあ、ここで、うん、アーチャークイーンはバカ。あ、インテル、インテル入れ、インテル入れ。オッケー、オッケーなのか、これは。これは、アーチャークイーン死んだ。死んだか。どうでしょうか、残り1分。これは、これは、これはどうなるか。 77% ラバハウンドの出し方がちょっとこう違和感がありましたけれども、一つ。さあ、ここで下の、ラバパピー、下のバルーンが、これはいい流れですね。いやー、お、これはコーラさんナイスじゃないか。これは39、これは余裕ありますね。いい、ナイスです。オッケーオッケーオッケー、さすがさすがコーラさん、さすがコーラさんっす。オッケーオッケー。ハリパパさんミスってる。あ、来てるんすか。わあハリパパさん、ちょっと待ってくださいよ。お、 36%。 これは動画にしていいんですよね。いいんですよね、ハリパパさん。多分いいと思うんですけれども。よっしゃ、コーラさんナイスナイスナイス。お、私ナイス防衛じゃないですか。それ、これ私動画にしたらこう、お、最初にアースクエイクを打っていきましたね、ハリパパさん。そしてこれは右上からかな、右上から、おそらく3面か、そうですね、ペッカが3体、ウィザードが多めですね今回。はい、面を取ってきました。ジャイゴレが出てきて、そして後ろから、ここでここで、そうですね、穴開けしつつっていう感じなんですけれども、ウィザードが多いですね。
ここで、穴開けをしていって、アーチャークイーンもまだ出ないですね。そしてレイジを出していきました。この時点でウォールブレイカーいません。これは確かに、これ穴開けが完全にミスってますね。これはでも、まあペッカーでこうゴリ押しで開けていくっていう感じじゃないですか。そして今回は、ドラ1バルーン2アーチャー5でやってきましたね。まあ私結構試行錯誤していってますね今は。わあ、ここでフリーズがミスってるんですね。ちょっと欲張ったって感じですかね。なるほどなるほど。あ、そしてスケトラがこういるんですけれども、やはりヘビメタ攻めは、しっかりとあれですね、ポイズンを中心部に打っとかないとやっぱり厳しい面はありますよね。なるほど。そしてクロークと、そしてドラゴンがまだ残っているということで、ということでハルパパさんの攻めでした。いやーよかった、防衛できてよかったですね。防衛できてよかったです。そしてまだ誰も攻めていないですね現段階で。こちらコーラさんナイスです。ガチでナイスです。ということで頑張っていきたいと思います。ということで今後も私の攻めとか動画に出したいと思いますので、よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。